この1点ってやっぱり大きかったということでしょうね。そうですね、もうあの戦い方をより明確にしましたからね、はい、今日今季初スタメンの大竹のパス、斉藤が決めます。いや本当大竹選手ね、ちらっと見てからの、もう本当自分が見て見えない角度への柔らかいボールでしたよね、はい、28分しかし徳島追いつきます。この佐藤から岩尾が決めました。1対1の同点、まあ、ブロックされた中からの、まあ、スローインというセットプレーからですかね、本当に分かりやすい展開でしたね。しかし38分岡山です。また大竹です。これから仲間もういいボールが来て飛び込むだけだったという仲間のゴール。いや飛び込むだけって言っても難しいですよ、はい、そして今度は後半です。後半の15分、これも惜しいシーンでしたよね。もう本当流し込むっていう、いや角度あるように見えますけどねなかなか落ち着ききれなかったというところですかね。21分、ここはピーター・ウタカからバラルというシーンなんですが、ここからバラル、ここのトライアングルもね、見事でしたね。このコンビネーションは非常にどのチームも脅威になっていくでしょうね。そうですね、そして岡山ジョン・チュン軍ここで拾って、そうですね、これジョン・チュン軍選手変わったばっかりでフレッシュでしたよね、はい、かなりこう前の推進力も出しましたジョン・チュン軍。そして今度は後半の32分です。末吉から外してシュート、これはポスト関の、いやここら辺ボルティスのプレッシャーがちょっとずつ遅れてきて、はい、まあ、関根選手落ち着いてたと思うんですけどね、でアディショナルタイムに入って徳島、このピーター・ウタカからバラルシュートはポストのわずかに右、まあ、バラル選手も若干広がるんですかね、もう少し軸足をっていうところだったと思います。